も陽キャどもにボコられたのである。なんで女の子のフィギュアが好きなだけで我が輩がこんな仕打ちを受けねばならぬのだ。陰キャの何が悪いんだ。この世界は間違っているのである。ぬ、なんだこれは。願いが叶う電話ボックス、怪しすぎる。通話料高。しかし好奇心に負けてしまう我が輩。孤独な男性陰キャに優しい世界よ。俺はアルト、日本一の金持ち学校ソプラノ学園に通う高校1年生だ。うわぁ、なに。実は俺は中学の頃最強と恐れられていた不良だったのだが、充実した高校生活を送るために陰キャオタクとして正体を隠している。実際オタクなもんで俺としても特に不都合はない。今日は放課後帰りとゲーセンに行く約束してたっけ。帰りは唯一俺が喧嘩が強いことを見抜いた数少ない友人だ。あいつといると高確率で絡まれるんだよな。なんせあの顔だからな。じゃあ行ってきます。ねね、お前も遅刻すんなよ。わかってる。ふにゃー。そーら、お前は相変わらず変な泣き方だな。ぷにヨゴ、バカにするな。ぷに、いつもの朝を終え登校していると、あ、アルト君なんでいるの。こいつは幼馴染のカナで、俺と同じ高校で生徒会長をしている。超がつく天然で、こう見えても空手黒帯だ。ちなみに俺の初恋相手でもある。まだ気持ちは伝えてないけど。なんでって言われても。ニュース見てないの。見てないけど。だ大変、どうしよう。でもついちゃったの。まあ学校まで徒歩10分もないからな。あ、どうしよう。正門を入ると周囲から異様な視線を感じた。男よ。男だわ。なんだ。普段見向きもされないのに、なんかすごく注目されている。アルト君よね。前からかっこいいと思ってたのよ。ちょっと、アルト君は私が先に目をつけてたのよ。何よ、あなたこそ慣れ慣れしくしないでくれる。うわ、なんだ。女子たちにもみくちゃにされ、俺は突如始まったモテ期に翻弄されるがままだった。ちょ、どこ触って。あ、助けてくれ。アルト殿、こちらでござる。お、君は兄犬の竹内くん。まさに間一髪であったな。どうしよう。俺をカオスから救ってくれたのはアニメ研究部部長の竹内くんだった。彼とはたまに女の子フィギュアの話で盛り上がるが、特別親しいわけでもない。アルト殿はよく家から出てこられたな。ま、我が輩は忍者の末裔だから余裕だったが。一体何が起こってるんだ。竹内くんは何か知ってるのか。アルト殿は現在の状況が理解できてないようであるな。よく聞くでござる。どうしよう。今世界中で男性が数名しかいなくなってしまったのだ。ここらではおそらく我が輩とアルト殿だけでござる。はあ、なんだそれ。意味わかんねえよ。他の人はどうなったんだ。詳細はわかっていない。わかっているのは世の中の男性がほとんど姿を消してしまったということだけでござる。そんな、じゃあ帰りも。嘘だろ。俺は唯一の友人である帰りまでいなくなってしまったのかとショックを受けていた。しかし、アルト殿、何を落ち込むことがあるのだ。むしろ喜ぶべきなのである。これは我々陰キャのために神様が作り変えてくれた世界なのだぞ。友達がいなくなって喜べるわけないだろ。それにしても竹内くん、なんか妙に確信めいている発言だな。本当は何か知ってるんじゃ。知らないでござりますよ。ニュースで陰キャしか残ってないって言ってたんでござりまするでござるよ。怪しい。なんでござるか、なんでござるか。せっかく助けてあげたのに。いや、それについてはありがたかったけど。もういいでござる。混乱も収まってきたし、我が輩は行くのである。そういえば竹内くんはこうなるって知ってて学校に来たんだよな。どうしてなんだ。決まっている。男子の永遠の夢を叶えるためなのである。え、
永遠の夢。一人の男に群がる女子。あれしかないだろう。あれというのは。貴様、本当に男か？ハーレムだよ、ハーレム！俺は俺の俺による俺のためのハーレムを作るんだ！止めてくれるな、どうしよう。志を遂げるまで、我が輩はこの地には戻らん。いざ、参る！こうして、竹内くんはハーレム形成を目指し、一人、旅立っていくのであった。ご視聴ありがとうございました、プニー。終わらねえよ。竹内くんとのコントなんてしてる場合じゃない。女子たちは必要で、俺は必死に逃げ隠れしていた。もう勘弁してくれ。女子ってちょっと苦手なんだよな。奏は別だけど。アルトくん、どこに行ったのかしら。誰か紐とか持ってない？体育館倉庫にバレーボールのネットがあるんじゃない？それいいわね。よくねえよ。アルトくん、こっちこっち。奏、助けてくれ。アルト君、今日は授業が終わるまで生徒会室に隠れてて。メンバーには今日は使わないよう言っておくから。本当か？それは助かる。ありがとうな。全然いいよ。帰る時はジャージに着替えて、あと顔も隠せるように何か持ってくるよ。他に必要なものがあったら遠慮なく連絡してね。奏のおかげでやっと一息つくことができた。奏はこの生徒会室を割と自由に使えるらしい。生徒会長ってすげえ。奏は本当にすごいよな。よく気が利くし可愛いし、みんなからも尊敬されてて、そして可愛い。アルト君、食べ物とお水持ってきたよ。やっ、驚かせてごめんね。ノックしたら中に誰かいるってバレちゃうかと思って。いや大丈夫。それより今の聞こえてた？何も聞こえてないけど。一人で話してたの？まあ、そういう時もあるさ。しまった。俺すごく痛いやつじゃん。一方その頃竹内くんは。最高でござる。おお、君はときめもの桃太に似ているな。採用。君はダンダムスリーに出てくる敵軍曹のような艶めかしさが。採用。いやはや、よもや我が輩にこんなにたくさんの女子が群がる日が来るとは。アルト殿は何故ハーレムを作ろうとしないのだ。あ、まさか男色？そして女子ではなく我が輩を。なんということだ、男まで虜にしてしまうとは。我が輩、罪な、男。なんだ今ものすごいおかんが。どうしたの。やっぱり帰るのやめとく？いや、大丈夫だよ。ネネも心配だし、一旦帰るよ。俺はどうにか女子たちの目をかいくぐり、学校の外に出ることができた。よかった。なんとか学校は抜け出せたね。奏のおかげだよ。ありがとう。アルトさんですね。時間がありません。車を用意してありますので、早くこちらへ。ちょっと、いきなり何なんですか？アルトくん、今のうちに！おう、サンキュー、奏。すごい人だかりだね。兄はここにはいません。近所迷惑なので帰ってもらえますか？ネネは大丈夫か？ネガ、何帰ってきてんのよ、バカ兄貴。ごめんなさい。家にも帰れない俺は、ひとまず奏の家でお世話になることになった。奏の家はめちゃくちゃ広くて、余ってる部屋もたくさんあるらしい。あと、ちょっといい匂いする。ネネちゃんのところには後で私が様子を見に行ってくるね。そうだな、俺がいる方が危険そうだし。ごめんな、カナデ、何から何まで迷惑かけて。そんなの全然気にしなくていいよ。それよりもアルト君、明日からも引きこもってるわけにはいかないでしょ。そりゃまあ。だからね、私にいい考えがあるの。カナデさん、笑顔が怖いな。翌日。もう向こうに行けない。アルト君すっごく綺麗だよ。大丈夫？お向こうなら私がもらって。はい、うん？なんか騒がしいな。おいブス、さっさとカバンを持つのだ。まったく、役に立たないブスだな。せっかく我が輩のハーレムに入れてやっているのだから、しっかり働くのである。うわぁ。人って一日でこうも変わるのか。ね？おい、
そこの女子たち、待つのである。え、見つかった。君たちはなんて美しいのだ。奏さんは前々から目をつけていたが、君は初めてだな。こんな美しい娘がいたなんて。君たちも我が輩のハーレムの一員にしてやる。光栄に思うがいいである。横暴な竹内くんを無視して立ち去ろうとした時、昨日の黒スーツがやってきた。竹内様ですね。多数の女性が暴走し、貴重な男性に危険が及ぶ可能性があります。すべての男性は国の管理下で保護されることになりましたので、我々と共に来てください。当然であるな。もはや我らは人類にとって重要な存在。来るのが遅いくらいである。付近にもう一人男性がいるはずなのですが。アルト殿か、昨日の朝以降見ておらぬよ。そして竹内くんは黒スーツたちと去っていった。アルトくん、国が保護って言ってるけど行かなくていいの？どうも怪しいんだよな。こうなった原因も調べたいし、俺はこのまま隠れておくよ。それから数日たち、不本意ながら女装にも慣れてきた頃、竹内くんから連絡が来た。アルト殿、助けてほしいのである。な、何？どうしたんだ？竹内くんによると、連れて行かれた先では24時間監視体制に置かれ、毎日変な機械につながれ、強制的にあれを絞り取られているらしい。さらに生き残った男性とそうでない男性にどんな違いがあるのか、生体実験のようなものまで受けているらしい。なんとか監視を逃れて、やっとアルト殿に連絡できたのである。頼む、助けてくれアルト殿。生き残った男性はみんな捕まってしまった。今世界中で自由に動ける男性はもうアルト殿だけなのである。ええー、マジかよ。そしておそらくこうなったのは我が輩のせいなのである。学校の近くの薄暗い道に願いを叶えるという奇妙な電話ボックスがあるのである。そこで願ったことが現実になってしまったのだ。その電話ボックスで元の世界に戻すことを願ってほしいのである。それじゃ頼んだである。え、ちょっと竹内くん。アルトくん、どうかしたの？あ、かなで、実は。そうなんだ。ちょっとまだ信じられないけど、他に手がかりもないし探してみよう。電話ボックス、みんなを助けなきゃ。かなで、そうだよな、行こう。とは言ったものの、そんなものはなかなか見つからず、あたりはもうすっかり暗くなっていた。やっぱりそう簡単には見つからないね。そうだな。うん、なんだあれ。あった。あ、本当にあったね。よし、もう試すしか。通話料高っ。俺そんなに持ってないよ。アルトくん、これ使って。え、でも、これはもう、アルトくんだけの問題じゃないんだから、気にしないで。かなで、本当に、何から何まで迷惑かけて。そんなのいいの。みんなを救って。かなで、本当にありがとう。世界を、すべてを、元に戻してくれ。気がつけば俺は自室のベッドに寝ていた。妹はあの異常事態を覚えていなかった。何言ってんのこいつみたいな顔をされた。疑問はあるが、俺は学校に行くことにした。アルト殿、よくぞ助けてくれた。本当にありがとうでござる。竹内くん、無事でよかった。君はあのこと覚えてるのか？無論でござる。しかし、あの電話ボックスを使った我が輩たち以外の人は何も覚えていないようだな。本当に申し訳ないことをしたでござる。あの日、我が輩はいつも嫌がらせしてくる輩に肩ばかりのフィギュアを壊されてしまって。そんな時、あの電話ボックスを見つけて、つい孤独な陰キャに優しい世界を、なんて願ってしまって。そしたら、みんな消えてしまったのである。そんなことを願ったのか。でも結局、全然優しくならなかったよな。きっとバチが当たったのだ。ハーレムを作って調子に乗って、自分がやられて嫌だったことを女の子にしてしまった。本当に反省しているのである。まあ、十分反省してるみたいだし、もういいよ。こうして、
一連の出来事はまるでなかったかのように、いつもの日常がまた戻ってきた。カイリー！うお、え、何、どうしたんだ？カナデも何も覚えていないようだったけど、いろいろ助けてくれて本当に感謝してる。好きという気持ちも強くなり、俺は告白を決意したのだけれど、カナデ、あのさ、アルト君、ごめんね。私エステ行く時間だから。夢にすごく綺麗な女装したアルト君が出てきて、私も負けてられないなって思ったの。ということで、またね。え、ちょ、そこは綺麗さっぱり忘れてくれてよかったのに。じゃなくて、奏で、俺言いたいことが。奏で、タイミングの合わない奏でと俺、でもいつの日か絶対告白するんだ。余談だが、その後あの電話ボックスを見かけることはなかった。みんなも怪しい電話ボックスには注意するように。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう、アルトです。今日の動画は楽しんでもらえたかな？面白かった人は高評価ボタンで教えてくれよな。みんなも怪しい電話ボックスを見ても変な願い事しちゃダメだぜ。まあでも、もし電話ボックスを見つけたとしたら、みんながどんなことを願いたいのかはちょっと興味はあるな。ここだけの話、こっそりコメント欄に書いてみてくれよな。これからもソプラノ漫画は100万人登録を目指して、みんなに楽しんでもらえる動画を作っていくから、チャンネル登録とベルマークの通知のオンで応援よろしく頼むぜ。それじゃ、また次の動画で会おう。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。